バンディ石田です。さっきね NHK のクローズアップ現代見てまして、オバマ大統領が、広島に来るというやつですね。オバマ大統領のインタビューと、それからその背景になるドキュメンタリーをミックスしたものを放送してたんですけど、僕はね、みんな思うでしょうけど、これすごい出来事だと思うんですよ。なぜ原爆を落とした国の大統領が被爆地に来るわけですから、もう相当なものを乗り越えて来るっていうことでしょうし、でどんなコメントを言うか分かりませんけど、少なくとも非を認めるというか、少なくとも犠牲になられた方に哀悼の意を示してくれるというか、とにかくそこに来てくれるんですから、いろんな方がもうずっと働きかけてきたことだと思いますけどね。でもついに叶ったというところなんでしょうか。原爆という悲劇はアメリカだけが悪い、罪があるっていうもんなんでしょうかね。人類全体に何かこう業のようなカルマのようなものがあって、でそれはもう原爆も含めて戦争であったりとか殺戮であったりとか、そういったものに何かこう人間はそういうこともやっちゃう、そういう悲しさが何かあるような気がするんですね。もし原爆が言葉が喋れて、この爆弾がですね何か意思を表明できたら、きっとあんたたちが作ったんじゃないのっていうような気がするんですけどね。とにかくこれは少しでも平和に近づいていく一歩なのかなと思います。それで僕はもう一つ思うのは、これは日本という国になるんですけど、日本って戦争が終わってからいろんなことあっても、事件もいろいろあるけど、とにかく全体としては守られてきたような気がするんですけど、それは原爆で広島長崎で亡くなられた方、空襲で亡くなられた方、戦争で亡くなられた方、そういった方のね、尊い命のなんか魂のようなものがね守ってくれてるのかなって思うんですよね。僕はこのニュースとても歓迎してるんです。で、今年の夏はね、犠牲になられた方に、まあ、毎年一応は哀悼の意をしてるんですが、特に今年は哀悼の意をもうお祈りしたいと思います。僕も番組でね、被爆者の方のインタビューとかいろいろやってきましたけどね、今年は本当にこんな歴史的なことですから、魂をもう言葉で表現できませんけど、できれば少しでも寄り添えるように、少しでも近づけるようになったらいいなと思いますね。